脑管理 Baby Metal 降临 Death， 在前几集只有播出的完全音乐中担任来宾的演出，超萌萝莉 Baby Metal 他们在台湾的这场演唱会在日本也受到很大的关注。Baby Metal 在台湾的首场演出即将在明年席卷来台，跨国界的邀请台湾重金属摇滚乐团闪灵也将携手参与这场盛会。今天完全音乐将进行 Baby Metal 特别企划，大家不要错过喽！大家好，我是スーメタルです。我是イーメタルです。我是ワーメタルです。我们是 Baby Metal です。玩出道的日本超人气少女 Baby Metal， 他们打着可爱萝莉风格，明年2月2号 Baby Metal 将来台举办演唱会，届时将掀起一股黑暗少女摇滚旋风哦。今回私たち Baby Metal の台湾ライブが決定しました。イエーイ！2月台湾ライブ、ね、もう今からすごくすごく楽しみです。皆さんもぜひ楽しみに待ってもらえたらなって思ってるんですけど、ということで今回は。台湾ライブ直前スペシャル企画、ベビーメタルをもっとよく知ってもらってベビーメタルのライブを100倍楽しんじゃおう、イエーイ。それではまずこちらの VTR からスタートです。樱花学院成员 Sumido、摩Mido 和 Yui Mido 三位超萌小学生所组成，拥有重金摇滚小学生称号，是现在日本超具话题性的三人团体。他们不止可爱，并兼具超实力的嗓音跟表演，有跨越偶像界的令人惊艳的舞台演出。私たちベビーメタルの曲は、曲の中に合いの手の部分がたくさん含まれているんですね、うん、だから皆さんにもぜひ一緒に合いの手のところを一緒にやってもらえたらなって思ってるんですけど、じゃあそんなポイントを教えてもらっていいですか。はい、普通のヘドバンだったら縦振りが多いと思うんですけど、ベビーメタルのヘドバンは横振りで、ベビーヘドバンっていうヘドバンがあるんですけど、ヘドバンギャーっていう曲にそのヘドバンが出てくるので、お客さんも一緒にやってもらえたら嬉しいです。じゃあせーので、ヘドバン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 バン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 、伝説の黒髪を華麗に乱し、狂い咲くこの花は儚く消える。
おー、あ、うん、わかりました。1、2、3、はい、どうぞ。ありがとうございます。スーちゃん、人かける？人もいいよ、もうちょっと、あ、意外と、いい感じだわ。はい、皆さん書き終わりましたか？はい、書きました。じゃあまずはゆいちゃんから。じゃん。モアメタルとユーメタルって身長とかも似てるから、うん、だから髪をくるくるしてる方と、あと一本に縦に巻いてる方巻き、うん、じゃあ次はモアメタル。じゃん。じゃん。おー、モアメタルも結構急いで描いたんで、うん、普通メタルだとちょっと猫口なんですよ。本当は猫口にしようと思ったんだけど、ちょっと失敗しちゃって、うん、黒く塗りつぶしちゃったんですけど。じゃあ次、サイメタル。はい。じゃん。じゃん。ちゃんと描けてる方だと思うんですけど。サイメタル髪短い。どっちがどっち？こっちがユーメタルで、こっちがモアメタル。へぇー。ユーメタルは、なんかいつもうんってなってるの、口が。なんかね、なんかピヨンってなってるの。モアメタルは笑ってるの、いつも。なんかすぐクッて上がる、口角が。あの、私初めて全身で描きました。いつもは顔だけだったんです。全身？足ね。全身。足打ち。ちょっと iPhone が反転。確かに。どうですか、二人は。うん、うん、うん。ユーメタルうまいです。モアメタルうまい。モアメタルうまい。私はさすがね。ねえ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 、我的大姐姐爱上花的优势如何呢？せーの、じゃん。似てるね。親近感がちょっと分かる。是不是只要选 Part 2？ いじめダメ絶対という曲の中で、あのスーメタルがいじめって言ったら、うん、みんなで一緒にダメって飛ぶところがあるんですけど、うん、そこはキツネさんを作ってクロスをしてみんなで一緒に飛んじゃおうっていう感じで、これやったらね、盛り上がるよね。そうですね。そしてさっきモアメタルも言ってたんですけど、このキツネさん私たちの振りの中にたくさん出てくるので、ライブが始まったなって思ったら、もうこれを構えてるだけで全然楽しめるので、皆さんぜひこのポーズで待っていてもらえたら嬉しいです。お願いします。お願いします。いじめダメ、いじめダメ、かっこ悪いよ、ダメ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 。
タルバンドオソニックさんも一緒にライブに出演してくださるということで、まあ日本で10月に行われたラウドパークというイベントで一緒に共演させてもらったんですけど、その時に今度ライブが一緒にできたらなんていう話をしてたら本当に今回実現してしまったので、ちょっとね、本当にすごく嬉しい気持ちでいっぱいです。やっぱりベビーメタルは初めて今度台湾でライブをするので、今まで YouTube とかでたくさん台湾のファンの方からコメントもいただいたりしていて、本当に初めてそのファンの方に会えるということで、やっぱり今からすごく楽しみな気持ちでいっぱいです。ということで皆さんいかがでしたでしょうか。私たちのことを知ってもらえましたか。これで100倍楽しめると思います。私たちも今からすごくすごく楽しみです。皆さんもぜひ私たちと一緒にライブで盛り上がりましょう。以上ベビーメタルでした。 See you。